美女のおっぱいいっぱいペロペロしながら吹くバイオ島観光ツアーインスペインイエーイカン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 。まああのなんか冒頭とてつもなくあのあられもない言葉を言ってしまったようなことがね皆さんの耳に聞こえたかもしれない。そんなことは気のせいですので、まずはとりあえずあのもう一切合切考えることっていうのをやめて、美味しい炭酸とかで冷たいジュースでも飲みながらチャンネル登ることはポチッとね、もうこれは 0.5 秒でできちゃうことですからね、もうぜひねやっていただきたい。ああ今おっぱいおーきいでございます。いや世界は変わったよね、本当に僕も変わったよね。もうね昔はねなんか2年前とか3年前とかね、あの人に偉そうにね心理学だとかコーチングだとかね習慣化だとかっていうのことに講釈垂れるからね、ペラ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 喋ってたのがね、もう今やねもうただただねひたすらねもっぱおっぱおっぱばしか言ってないようなね、もうただのド変態野郎になり下がってますからね。ということでまあそんなこと言ってるんですけれども、まあそんなことも言いながらですね、あの観光ツアーっていうのをねあのシコシコやっていこうかなというふうに思うんで、そのシコシコって言葉もなんかどうやら良くないって言われてますよね。なんかあのシコシコって言葉はやっぱりあの男性が男性を持ってですね、あの上下に振るみたいなそういうことも言われたりとかしてますので、まあまあそんなこともあったりとかするんですけれども、あの一個ね思ったのはですね、あの私ですね別にねそのエロい意味で使ってるわけじゃなくて、なんかいそいそとかねあの粛々とやるっていう意味でただ単にシコシコって使ってるだけですんでね、そんなこと言ったらね、あのうわこのシコシコの麺が美味しいわとかって言い始めたら、そのシコシコの麺ってやばいんじゃねっていうのね、あんな何百本も絡み合ってねシコシコしてたらねもうとんでもないことになっちゃいますから、じゃああの豚骨ラーメンの白い部分あの白く濁ってるのっていうのはって言ったら、もうこんなラーメン業界の方々ね本当にあのありとあらゆるところからぶち殺されそうになっちゃいますから、これ以上のことは明言避けますけれども、ということでさっさと進んでいきましょう。やっぱりねこれだけねあの冒頭始まって1分程度でねこれだけベラ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 喋るっていうのはね、もう本当に喉が渇いちゃいますから、まあ、喉が渇いている中でもまあそんなことをね言いつつね、ということでここからの覗いていってね、はい、でここからもうすでに打ってたらもうバレちゃうのかな、バレチンポなのかな、あ、上にもなんかいるん、いないのか、あそこなんか登れたら面白かったですけどね。でもまあ、こっちの方に向かってくることなんてのは到底、無理だと思いますので、とりあえず、降りますということでございます。はい。で、こっちの方ですね、まあ、岩山がね、ガチガチとあるんですけれども、まあ、こちらはですね、クラウザーなんかも本拠地にしているですね、例の、教祖様が住んでいらっしゃる島ということでございます。で、もともとはですね、村と城をこれまで皆さんの方に観光ツアーとしてお見せしてきたんですけれども、はい。なんか急にガチの観光ツアーやってるんですけど、もともとはですね、そこのサドラーと呼ばれるものってね、アダムサドラーっていうのが初代なんですけども、それから、城主様ですね、八代目城主で途絶えてしまったサラザール家なんかっていうのが、島とね、村、城っていうところで対立をしていたっていうところがあるんですね。はい。で、その、島と村が対立していたっていうところはあったんですけど、要はサラザール家がその村を統治していたっていう部分があったんですけど、そこに関してもですね、はい。まあ、残念ながらですね、八代目当主ということで、ああ、お邪魔します。そう、八代目当主さんが、珍しいものが手に入ったぜ。あれ？あ、そっか。これ売っていいのか。え、これ売っていいの？売っていいの？なんだ、八代目。まあいいや、まあ後でしょ。八代目当主さんが、残念ながら、まあちょっと病にかかってしまったと。で、その病を治すために、そのお母さんが、まあ、サドラー家を受け入れてしまったっていうところがあるんですね。そのサドラー家を受け入れてしまったがゆえに、サラザールというか、まあちょっとプラーが、を復活させるっていうね、ちょっととんでもない時代に陥ってしまって、でそこからまあいろいろともキャッキャウフフアハンアハンの世界になってしまって、まあとんでもなく大変な事態になってしまって、まあ村も壊滅状態になってしまったというところですね。まあ壊滅状態というか、まあ実質正気っていう意味でも壊滅しちゃっている状態になるんですけど、まあまあサドラにとってはね、もうこの上ないエデンがね、楽園と書いてエデンがもう出来上がっているという状態になっていますんで、まあ結局サドラーがしてやったり、サドラー家の大勝利ということでございますね。まあやっぱり前途にアダムとイブのアダムっていうところが強かったっていうところでございますね。まあ、もしかしたらサラザールのねお母さんがイブだったかもしれないっていうところなんですけれども、ここでなんか適当にペラ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 歩いたやつがいるので、もうそのところね、もうカチャ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 って。で、僕ね、この後出てくる、豚イノシシっていうのがいるんですけど、なんかどうやらその豚イノシシさんって、銃をてっきり撃ってるのかなと思ったんですけど、あの中に仕込まれてるのって矢らしいですね。弓はないよね。うん。やらしいっすね。僕そこら辺ちょっと全然知らなくって、と思って、あの中に、あの中で矢がね、ブチュ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 なってる。しまったら。あー、やばいねー。そう、これが矢らしいっすね。あの中に弾丸でもあるのかなと思ってる。弾丸にしたらその、すごいね、弾丸が見やすいなと思ったら、どうやらあれは弓矢だ、矢だったっていうことなんですね。矢なんて、矢生きてる？あ、立ち上がるね。ロスイルミナードス。あ、なんかいろいろ出てきてるね。
いやーなんて、いやーねー。で、ちなみにあいつってどうやってこっちまで来たっていうあれなんだろうな。あー、ちょ、違うな、違うな。どっちに向かってた。あー、とりあえずここ登ったらいいか。ここ登る前に、あ、撃てなくなっちゃった。ということで、登りますで、まあ、こっちの中は、まあ、バッコンやってるんで、まあ、ここでね、パコパコやってるような不届き者がいるみたいなんで、まあ、そんな彼らに関してはですね、ああ、なんかすごい、そんな方向に飛んでいくのかよ。はい、ダメです。はい、こいつらもタイムカード切っていかなきゃいけないみたいな感じですね。はい。で、下いるのかな？ああ、いるね。うわー、なんかたくさん持ってきたね。ありがとう。はい。わー、いる？生きてる。元気にお亡くなりになっているみたいですね。ということで、ぴょん、くるっと回って、で、まだなんか、ドゥンドゥッチ。え？どっかいるか、ワンピョーかわかんないけど、とりあえずまあ、やるべきことをね、とりあえず、やっていこうというところなんですけれども、こっちのスイッチをポチッと押すといったら、なんか、ISR、あっちーのくしゃみが出そうなの。くしゃみ出ちゃったの。うん。で、ここなんか、ブイーンってなってるんでね、まあそこはいいとして、あ、なんかあっちの方にいますね。じゃあもう関係ないな。こっちの五連真珠バークン。アクスト燃えてあっちっちの人と言いましょう。で、こっちの方進んでいこうとすると、IS タワーだから、IS タワーはあいつだーということでね、I をエスタしようということでございますね。はい。まあエスタ村なんて多分住みますからね。そんなものあるのかな。まあバルケンスパーニャーなんてのはあったりするけどね。あ、ちょっと待って。なんかうまくさせなかった。あ、出たルシファーだよ、ほんとにもう。ニーガン。苦いって意味じゃないですよ。ニーガンって皆さん知ってますかね。ウォーキングデッドって来ることでございますね。はい。ウォーキングデッド。やっぱりね。もうシーズン終わったんだったっけな。なんか、とりあえずラストシーズンがあって、うんぬんかんぬんみたいなことをなんかお話があったような気がするんですけど、まだあっちにいるね。なんかあっちから降りてきてる不届き者がいるみたいなので、その不届き者をですね、今から私、あ、チャキーンって、あ、え？これは、あ、違う、これは2階だな。これは2階の話だな。あっちの方でなんか、キャッキャウフフしてるやつがいるみたいなんで、しかも2体いるのかよ。元気なやつらですね、で。はい、燃えて。あー、燃えてくださいよ。じゃあこっちに、え？じゃあこっちに、うろうろと歩いていただいて、センサー引っかかって、ぜひね、チュドンチュドンって。はい、オッケー。賢いな、あいつ。撃たれないようにこっちから来ようとしてるぞ。あれ？意外と、知能が残っている状態なのか。そんな賢いやつだと思ってなかったですね。まあまあ、賢いやつだと思ってなかったって。よーって、ああ、ってんのか。思ってなかった出すねって言ってる時点で、なんかちょっと僕がやつを見くびっているような感じがしてよくないんだけど。あれほい。お顔を見せてごらん。こいつって人間なの？それとも本当に豚なの？ただ単にこれ被ってるだけ。ちょっと邪魔だから。ちょっと邪魔だからよく顔を見せてくれ。お顔を見せてくれ！見せてくれなかった。やっぱりシャイなようですね。ということで、じゃあこっちの方進んでまいりましょうか。マップ更新。くるっとぴょん。で、こっちの方進んでいくとなんかいろいろとね、待ち受けてるなんとかがいるみたいな。ドーンと、こちらからまずはご挨拶ね。やっぱりね、挨拶っていうのは、こちらからね、していかなきゃいけないですからね。向こうがしてくれるのを待ってるなんて、そんな失礼なことはないですから。はい。おはようございまーす。あー、そうだった。こいつはなぜか発狂するんだった。クソだと思ったよって、だと思うんだったら頭打つんじゃないよ。おー。でも、こいつがまだね、なんて言うんだろうね。まあ、3段階で言うなら、こいつがサナギの状態だっちゅうわけでしょ？ね。で、成虫がさ、なぜか、ちょっと体が小さくなるっていうね、分離した状態になるっていうことだからさ、そう考えるとなんか今回のっていうか、まあ、プラーガ、イルミナスプラーガってなんか結構いろいろ面白かったりするの。あれ？ん？ん？これはやっぱ下、行くべきだったのか。まあもうちょっと取ることができないというか、取りに帰るのもクソめんどくせえっていう話なんで、はい、ちょっと口が悪いですけれども、一旦もうここは無視していきましょうか。じゃあ、とりあえずね、こっちの方でね、なんか、あーってやってるんで、タイムカードの時間です！おやすみなさーい。今日も元気に働いてくれて、あざしたー。はい。ということで、まあ、樽が2個ポーンとあるんで、まあ、ここら辺でね、多分ね、国から支給されたなんかいろいろがあると思うんですけれども、なんかライジングサンっていう漫画を読んでるとね、なんかね、ちょっとした プチ愚痴みたいなことを言ってるシーンがあったんですけど、国から支給されたなんか簡易テントなんて、すぐ雨漏りしやがって、全然耐久性もクソじゃねえか、みたいな話をしてね、やっぱり市販でね、支給されるやつの方が立派ですぜ、みたいな、そんな話をね、してるなーっていうところなんですけど、うわー、目の前にびっくりしたー。久々に大きい声出しちゃった。あは？かわいい？燃えておけ。じゃあ、これが防御線になっていると。それが燃えている間に、ああ、びっくりした。まあ、どんなに強い武器を持っててもね、目の前にやっぱりね、見知らぬ男がね、
ね、武器持って現れたら、それはびっくりこっくらするっていう話ですよね。ということで、テック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 、歩きましょうよー、カタ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 ン。メレーデシ、あ、勝った。あ、勝った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 。あ、メレーデシ。あ、こいつ、ハゲかけてる。おーっと、足が滑った。足が滑ってね、そんな真正面で蹴るなんてことはありえる。ありえぽん、ありえぽん、あれ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、あー、ということで、ウェアバックドロップ !10 点。あれ、今、縦打ったつもりだったんだけどな。縦を打っても、あなたの、めっちゃガン開いてんじゃん。全部うにょうにょしてる。なんかどっかでピーとかって言ってる。ピーって言ってるな。ロケットランチャー。ロケットランチャー。ロケットランチャーよりもこっちの方が早いぜ、ベイベー。タタ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 タやっぱりあれだね、いろいろとペローンと落ちるってことですね。あ、なんかデシデシなんとかかんとかのデシワーオーってやつやな。ってことでね、こっちからジュンご挨拶、礼儀正しいだろう。なんかアイテムとかは特に落ちてない。なんかいろいろ落ちてた、ね、なんかふわーってふわーって落ちてたけど、すいません、ふわ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 ーってなんか、うげ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 って言ってるけど、どっから聞こえてる？うげうげちゃん？うげ、あ、おお、おめえかよ！なんか今回なんか、あれですね、余裕がないというか、びっくりさせられるというか、爆発するというか。後ろからなんか来たりなんかしたりしたりして、見事に発狂してらっしゃる人がこう登ってきてますね。ドン、ツン、ドン、ツン。あー、さよなら。あ、あれ？まだまだいっぱいいらっしゃる。うわー、今度大きくなっちゃったね。あ、大きいけど、どうやらあれですね。早漏でしたね。はい。うん、中折れしてるタイプですね。まあ、先っちょがうにょうにょしてるもんな。残念。やっぱりね、あのね、男のやつはね、長いかどうかとか、太いかどうかよりもね、先っちょのね、あれがね、ちゃんとね、松茸よりも椎茸っぽくなってるか、あとね、硬さなんだって。あの建物か。あれだね。今のもしさ、レオンと僕がさ、会話してたとしたらさ、完全に無視して今の会話言われたみたいな感じになってる。すげえ虚しくなったわ、今。なんか自分で言っててすげえ虚しいわ。なんかこういうさ、なんか恋愛感情を持ってるか持ってないかっていうのは別にしてさ、なんかこういうドストレートな下ネタの話にガンガンついてくる、ついてこれる女の子となんか、思いっきり一回喋ってみたいなっていう、そういうね、しょうもない、なんか願望とかあったりするよね。多少の、なんていうの、多少の下ネタをさ、ね、全然喋るとか、なんかその、彼氏との、なんかその、セックスをするまでとか、まあ、セックスの、その、がっつりとしたセックスの様子みたいは喋ってくれることはさすがに出会ってないけど、セックスをするまでにこんなことをしているみたいな話を教えてくれることかっていうのはいたりとかしたけどね。まあまあまあ興奮するよね。それだけだったとしてもさ。だってなかなかね、女の子からそのセックスの話を聞けるなんていうことはないからね。てかなんで僕こんなセックスって言ってる。まあまあまあそれだけ鬱憤が溜まってるんですよ。鬱憤っていう言い方あれなのか。まあまあ性欲が溜まっております。それは間違いないでございます。はい、それは自他ともに認める。他は認めんでよろしい。自だけでよろしいですけどね。ってことでなんか向こうの方でてんって言って爆発。あ、いたね。向こうの方とかね、なんかいろいろ気になるんですけど、あそこって結局行った扱いになってた、行ったのかどうかっていうのはちょっとあんまりよく分かってないんですけどね。ということで、ぶちつきにお邪魔しまーすってことで、上の方でピッ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 ってなってるんでね、こっちの方からご挨拶でございます。あれ？ご挨拶したけど、来る？あ、ご挨拶来た。お邪魔しまーす。性欲の塊。あー、まあねー、まあ多分誰だっけ、あたた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 、なに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 、そんなお前も溜まってんのか、もう男も女も関係なしか、子供 G バーとか関係なしか、この野郎。うん、
っていうことでございますね。はい。で、まあ、ここら辺がね、まあ、かつて原作でね、アシュリーと共にね、いろいろとやって、ドアを開けた瞬間に敵が押し寄せてくるっていう場所だったんですけれども、まあ、そういうこともなかなかないということでね。はい。で、なんかいろいろ借金してるんですけど、ここもオープンセサーミーということで、なんか思った以上に早く来たから、ちょっとここじゃなくって、もう少し早めのところでやってみようか。早めじゃねえ、もうちょっと進んだところまで行って、一旦終了にしてみようかなと思ったりしたりするんですけど、なんでこんな棒読みで喋ってるのかっていうのは、まあ一旦気にしないでいいでございます。はい。じゃあここ開けると、何が眠って、ダララー、ベルベットブルー、イェーイ。いやーもう本当に喋るんだったらもうね、なんか塚山正音さんとかね、音じゃさんみたいないい声で喋れるような男になりたいよね。なんかこんなさ、中途半端な声の低さというか高さというかっていうのじゃなくてね、うん、やっぱり声で、その僕はもう見た目がもう終わってるんで、声でやっぱりこうセクシーさをね、いろいろとね醸し出したかったななんて思ったりしたんですけど、まあ、そういうわけにもいかなかったっていうね。あ、ロケットランチャーの弾が消えた。ザッツイリュージョン。いやー、たまらんねー。この青い髪にさ、オレンジで緑ってね、もう、信号機かよって話だよ。待ってろ。少し、てーれ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 ーと、あの辺りとかに打ったら、これで行った？行ってるわー。ごめん、全くその、なんていうの、出番中か、その、なんか、存在感すらもこう、醸し出させることなく、ちょっと、やってしまって、どうもすいませんでした。うわー、なんかすごいね。これは髪の毛？髪の毛じゃないのか。あ、なんだ。自らあれじゃん。ハムになってんじゃん。ね、ハムって、ほら、なんか煮崩れしないようにさ、網でさ、こう、うまくこうセットしたりとかっていうのがあったりするじゃん。それ、自らやってるってね。もうハムになる豚ちゃんの、もう、お手本っていうかもう、鏡みたいなもんですよね。ということで、チャキチャキ。あれ？あ、こっち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 。ということで、まあ、この先もうちょっとだけ進んでいこうか。で、こっちの方でね、なんか、IS ターって、なんかもうすでにバレてるし、バレてるんだったらもうこっちからお出迎えしましょう。で、ここカチャ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 ってね。本来であればね、こっちに逆走してんだよね。まあ、逆走させるっていうのがさ、こう、懐かしさも醸し出すさ、でもマンネリ感もなくさせるっていう意味ではね、すごくいい作りになってるなぁなんて思ったりもするんですよね。うん。ここら辺がだから今回の、やっぱり RE4 を、まあ、やろう。わ、めっちゃガッチガチやぞ。起き上がってくる。あー、奥からも出てきたね。あー、やばだ。はい。こちら、ここら辺のロッカールームは、あー、なんだ。食堂のおばちゃんのメモか。今週のこ、え？あー、なんだ。発泡チーズ。はい、壊れた。で、ここら辺のアイテムをガチャコンと開けると、あー、お金、ただのお金はお金、ベルベットブルーより安いということで。なので、スピネルと同じ額。でもスピネルは今回値はつかないということなので、もうこっちの方にチャキチャキっていきましょう。てか、あれなのかな、ベルベットブルー自体、違う、ベルベットブルーじゃねえや。スピネル自体を売るっていうことってできたっけ？ちょっと、あ、確かできなかったかな。やっぱ交換アイテムとして使えないみたいな、そんなうちだったのかなっていうところだったんだけど。ここら辺は、オープンセサミ。ねえ、これ、ゴミ袋に入れないでそのままやってるっていうのは一体どうなってんだって話なんですけど。こっちの方進んでいくと、なんかよくわかんないのがガッシャンワーって出てくるっていうところなので、これは何？ゴミ？シュレッダー？わかんない。ということで。わーちー！あちゃ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 。今僕何もしてないけど勝手に燃えてあれだったね。ダメージって受けたのかな？わー、かわいそうに。かわいそうに。ちゃんと仮装してたから爆走してあげるよ。これでどうなった？わあ、形は残ってんだね。あんたが好きそうなのが入ったぜ。マジっすか？どんなの？そう、俺何でも好き。何でも美味しく食べる。ってことで、まあ、イベルコブタなんかっていうのね、ペラペラと見ながらね、違う、セーブしないよ。こっちでね、いらないものだけ売って終わりにしようかな。新しいのが入ってんの。そうか。全部見たことがあるやつだね。あれなんか全部見たことがあるやつだぞ。あれ気のせいかな。あれ全部見たことがあるやつだぞ。ということで、まあちょっとアイテムスペースを開けていこうというふうに。わー、まだブラックお宝ガラクタ何でもござれ。あ、ガラクタでもいいんすか。そうなんすかな。懐が太いっすね。やっぱ懐が太いってなんだ。懐が広くて助かりやすね。ということで、はい、まあここら辺ちょっとね、いらないともカチャンいつも食うならいいな。まあ一旦ここら辺まで進んできたところですんで、まあせっかくのね、これからの皆さんが愛すべきキャラクターに会うというところに関しては、もうこちら、あざす。まあね、
アイテムをしっかりとね、これでツン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 していこうかなというふうに思いますんで、次回パートお楽しみください。まあ、残念ながらね、料理人さんがね、料理人さんじゃねえ、皿洗いさんがですね、ちょっと忙しくて、まあ、ちょっと田舎に帰っちゃってるっていうところがあるんで、皿洗いやってませんので、僕ちょっとこれから暇になるんで、次回パートが始まるまでにお皿洗いちょっと全部ね、しこってやっとこうかなというふうに思いますんで、まあ、明日また、実況動画お楽しみいただけたらと思います。ということで、第1回のですね、バイオ島のね、観光ツアーに関しては以上とさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ボタン、グッドボタンもぜひよろしく。ではまた。アイテム持ってなかった。